さあ、優勝させてください。それもな、ねこれさ、ああ、びっくりした。ねまさかね、あ、いや、びっくりさせないで。そんな、嘘だ。あ、よかったよかった、違う。ねまさか中指をね、中指を立てた、わざわざ VTR にして中指立てるのを送ってくるわけじゃないよね。びっくりした。ね、まさか、まさかね。はい、次。うるさい、この時点でうるさいな、これ。 うわー、口、何、キモ。これは本人の口、こうすると特にキモ、なんかヒゲみたいなんで、あ、キモすぎる、気持ち悪すぎんだろこれ。な、ね、雨宮を優勝するとする権利を持ってるんだったらね、今回は行使しないでこいつを敗退させたい。なんか喋ってるな。ね、まあ バカしかできない動き。この跳ね方は知能指数が高い動物ではできないんだ。知の高いやつほどゆったりまっすぐ歩くからね。この跳ね方はもう小動物。この十字のキーが出てるのもミソ。よし。あ 普通に言ったって難しいかもしれない。だからってこんなに自分のプライドを捨ててまで、伏見が勝った世界戦、絶対にこんなやつを勝たせないでください。ああ、どっちもダメだ。人類は魔女をするんこ。なんでお前負けたらこうなるんだよ。お前が負けたらなんでこうなるんだよ。 適当なこと言ってんじゃねえ。負けましょう。 ひどすぎる。 凝ってんじゃないって。シャイニングさん、向こうではあの有名な歌詞がついてるフリーの音源が流れてる。 ふざけてんじゃねえ。春崎やるくん、何、春崎デスコン食らって最下位になった。春崎、それはむやみに前へ出るからだよ。逆に考えるんだ、打開しちゃってもいいさと考えるな。ジョジョですね、これは。はい、ね、うわー、すがすがしいね。工場例年よりまともでしたけど、あーね、これ宣伝してます、セカンドアルバム、ファーストアルバム。 夢をいじりづらいですか、そういうこと言うんじゃねえよ。こっちだって大変なんだよな。あ、難しいんだよ。 考えてやってんだ。 まあね、こういう人ですから。 それは最下位にも上がりますよ。こんなことに時間有してんですから、怖いね。まあでもいずれね、2000年後くらいになって博物館にね、いるのは案外こういう人かもしれませんからね。僕がいるのは不愉快ですね。はい、ということで9人ってことは誰かいないな。あ、なるほどね。あ、シーナがね、今準備中みたいな感じなのかな。はい。見てる？ね。